はい、ということで今回は苫小牧の視聴者さんからいただきましたね。同じ道内でございますが、ありがとうございます。ありがとうございます。先にお名前を言わせていただくと、ともえさんですね。個人の LINE も知ってるっていう感じなんですけど、公式 LINE 始める前に LINE を交換したっていう感じですね。うん、なんかすごいあるかもしれない。いや、まあまあまあ、見えちゃってもいいんじゃない。いやー、ちょっとめっちゃ入ってんじゃん。それ取ればずり落ちちゃいそうな感じだけど、はい、とりあえずこんな感じで危ない。一つずつですね、まあ、見えてる範囲からですけど、ではまずこちらでございます。はい、いやー、シリッパ同じじゃない。違う違う、シリッパ三足目、三足目冬用とかさ、なんかそういう。これ来るべきです、これ。前のだいぶへこたれてる。前のやつは自分で買ったんだっけ。前のやつは、2個とも自分で買った。で、うん、じゃあ新シリーズ。新シリーズ。次々行っていいですか。いや、はいはいはい。はいはいはい、これなんだろう、エコバッグかな。うちハンギョドンのエコバッグはないんだよ。なあ、結構大きいね。わあ。わあ。いやー、蹴った。あ、結構でかい。あ、でかいね。あ、でかいね、うん、あ、すごい。うん、つか、うちであるエコバッグの中でも一番でかい。そうだね、これ、あの、収納式は一番でかい。すごい、ハンジョジョンのオムライス。ハンジョジョンがオムライスになってる。これは、これかわいい。これですね。あ、結構伸びる。な、使用用途は見なかった。給水速乾って書いてある。あ、はいはいはい、タオルキャップかぶれるかな。あ、でもいいんじゃない。顔はちょっと恥ずかしい。あ、そう。あ、お風呂上がりいいわ。うん、ちょ、いつもタオル巻いてんじゃん。そう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 。いやー、今日からこれ使おうかな。あとはこちらですね。なんか LINE のやり取りとかだと、あるやつがなんかもうすでに持ってるものがあるかもしれませんってね、言ってくれてたけど、全部ないんじゃない。ない。え、これなんだろう。え、ナップサック的な。わかんない。これあれかな、靴入れるやつ。あー、これいいじゃん。なんか、それこそ学校イベントとかあるじゃん。うん。その時に学校にさ、スリッパ持っていくとかさ。はいはい。ダメだよ。ちょうどいい。あ、ちょうど入るね。ちょうど見える。仕事に持ってくる。見える、これ。あ、見えてる見えてる。おー、すげえ。これ最後ね、これいじったらダメだよ。で、これはでかすぎ。これはすごいんじゃないか。すごい。これ、枕じゃないの。低反発クッション。言うとあんた見て読めんの。カバーのみ優しく手洗いしてくださいって書いてるよ。すげえ。寝転がってごらん。うん、どう、硬い。今、低反発だからな。ちょっと避けて、殺してみて、殺してみる。ちょっと寄せる。あー、いい感じ。枕これだな。寝やすそう。ちょうどいいぐらい。ほら、ほんと。あー、ここの高さね。そうそうそう。ちょっとテロップでなんか矢印かなんかやっとくけど、ちょうど良さげな感じのね、低反発クッションですね、はい。で、最後またお手紙をいただいているっぽいので、ちょっと拝読させていただきたいと思います。大輝様、千穂様、はじめまして。いつも楽しく動画を拝見させていただいてます。私も施設介護、デイサービスを経験し、現在は訪問介護で働いています。仕事で疲れた時にお二人の何気ない会話などに微笑ましく和まされています。私の子供は成人を過ぎ、札幌で動物看護師として頑張っています。すごい、うん、なんか聞いたことある気がする。お二人の動画は昔はそういうことがあったなと懐かしくも楽しく思い出しながら拝見しています。以前より少しずつ買いだめていた、買いだめていた奥様が喜んでくれたらと思っていたものですが、お気に召さなかったら申し訳ありません。いや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 、無理だよ無理だよ。違う違う、無理とかじゃないの。今年は雪解けが早く春に近づきつつある北海道ですが、皆様お体ご自愛ください。また何かご家族の好きそうなものを見つけたら送らせていただきたいと思ってます。お二人とも体調に気をつけて、これからも頑張ってください。乱文乱
質っていうのかな、失礼いたしました。名字は伏せさせていただきますが、ともえさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな買いだめなくてもいいのにはい、でもこんな感じで改めてねグッズをいただいてしまいましたが、なんかね、LINE でのやり取りの中では持っているものももしかしたらあるかもしれませんということで、お話をさせていただいておりましたが、かわいいね黙っちゃった。でも視聴者さんの中ではさ、俺がハンギョドンに似てるっていう声もあったりさ。あ、マジで、うん、タラコ唇があったところ。いや、じゃない、じゃあ、じゃあ、じゃあ、ゆうと行かして、私の顔ってみて。あー、かわいい、かわいい一応動画には撮ったんだけど、この送ってくれたともえさん自体はその奥さんの反応も見たいけど動画化には恥ずかしいって言ってなかった。言ってたね。だからまあどうしようかなって悩むところである一旦編集だけして限定公開にして、でともえさんに見てもらうっていうだけでもいいし、別にそこに別に収益云々自体で YouTuber やってないからねただ前も言ったけど、そのちゃんともらったことに対して感謝を伝えるっていうのは大事だと思ってるから、うん、何してだってこれ地方に地方に来たやつだろまあまあそうねでもそんな感じでね、いただきましてはい、ありがとうございます。ありがとうございます。視聴者さんからいただいたもののお返しとして、そのおしゃまんべのお菓子屋さんのグッズつうかお菓子つうか、まあいろいろ置いてるんですけど、そこのものをちょっとこちらでもありがとうございましたっていうか、ありがとうございますみたいな形でちょっとお送りさせていただこうかなと思いますので、今までで3人かな、同じマキさんから2件、4人か、ともえさん入れたら4人、2人目、4人だねになるんですけれども、こちらからもちょっとねお礼の品をお送りさせていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで感謝を述べさせていただきましたはい、ありがとうございました。バイ。映せないけど、ここは今までのもらったものと、うん、もらったものを出してみると、お母さん先生ね、これにね、見て見て、お母さんもらったね、メモ帳とかね、こういうの、なんていうのこれ、名前わかんない。うん、あとね、こういうのね、入ってるの、入ってるんだ、うん、ね、もらったね、お手紙、お手紙どう、入ってたりね、入ってんの。